ウィルヘルム・ティセリウスは、スウェーデン王国ストックホルム出身の生科学者。早くに父を亡くして、家族と共に、イへ手テボリに移り、教育を受けた。ギムナジウムを1921年に卒業し、ウップサラ大学に入学し、科学を専攻した。ウップサラ大学で1925年からスベドベリの助手を務め、1930年に、 タンパク質の電気営動法に関する研究によって、博士号を取得。それから1935年までゼオライトにおける主成分の吸着と脱離に関するいくつかの論文を発表した。そしてこの研究によって、プリンストン高等研究所で、ロックフェラー財団の研究奨励金を受けた。その後、プサラ大学へと戻ってからは、物理学的な手法を用いて、タンパク質の生、 科学的な問題について研究し、電気鋭動法をより綿密なものとした。第二次世界大戦後の1948年に、電気鋭動の研究等で、ノーベル科学賞を受賞。その後スウェーデン科学会の発展に尽力し、1951年から1955年まで、国際純正、応用科学連合の理事長を務めた。 1957年王立協会外国人会員選出。1971年ウプサラデボツ。ありがとうございます。